グリンチェイサーです。今回はこちら、サンリオの食玩キャラクタブルステッカーズメニプチシール、こちら推しの子コラボのチビキャラクリルシリーズですね。はい、こちらと、あと折り生地缶バッジコレクション、これネットで注文したので、あれなんですけれども、食玩なのかな、どうなのかな。はい、こちらを一緒に見ていきたいと思います。まずは、こちらちょっとね、立てて飾っておきたいなと思うので、先に開けていきたいと思います。台座付きアクリルディスプレイ1セットとガム1個入り、全12種、うち6種が箔押しレアとなってます。あまりね、わかんないんだけど、愛ちゃんと一緒のが来てくれたらいいなと思っています。はい。誰が来るかな？こんな感じか。ん？ああ、あった。じゃあ、ここを開ければいいのかな？さらな！じゃん！お！こちらはマイメロちゃんと一緒。え、かわいい！有馬かなちゃんってここかな？ノーマルになります。キラキラはしてないですね。ガムはこの間に入ってました。もう一個。もう一つは誰かな？お！かわいい！クロミちゃんと一緒！あ、すごーい！これはいい感じじゃない？この子はあかねちゃんかな？です。はい、着せずして。クロミちゃんとマイメロちゃんで揃ったのは予想以上に嬉しい。組み立ても簡単ですね。あ、ちょうどいい感じにはまるんだ。なるほど、なるほど。お、いいね！やっぱりダブルで飾るとなお可愛い。箱押しじゃなくてもめちゃめちゃ可愛い。ということで、ちょっとこれおすすめです。可愛いね。本当にいいね。はい、では続いてはメニプチシール。小さくて可愛いシールがたくさん。メニプチシールってことね。はい。2シート入ってて全20種あるそうです。どんな感じかな。じゃじゃん。あー、こうなってるんだ。なるほど。ほい。おー、クリアな感じね。これは、結構いいぞ。今回のシールは、爪に貼るのもいいけれども、手帳にぴったりな感じ。しかもね、ハッピーがいっぱいあるの。すごい、幸せ。こっちはレトロっぽい感じ？みんな全体そういう感じかな？なんかこのサイズはかわいい。へぇー。え、外してみるとどうなんだろう？あー、こんな四角いシールになってます。裏が透明な感じの方がネイルには合ってるかなとも思いますね。はい。中にはガムが一緒に一つ。もう一つも開けてみよう。え、かわいい。かぶらないといいなぁ。あー、台紙はなんか同じ雰囲気。中身、かぶりませんように。おー！これはいい！え、こういうのもあるんだ。大きいシールもありました。え、嬉しい！これネイルに良さそうだよね。文字とかは入ってないんですけれども。はい、ウィッシュミーメルとかコギミュンとかもいる。キキララもいて、あ、これは嬉しいな。はい、丸く切り取れる感じのシールになってます。はい、見えるかな。なのでね、爪とかに貼るのぴったりな感じ。爪に貼ると、はい、大きさ的にはこんな感じ。小さめの爪にもしっかり貼れそう。ああ、よかった。とっても可愛いシールゲットできました。続きはこちら、キャラクタブルステッカーズ。なんと、シールが全136柄。ボリューム2となっていて、組み合わせは全16種。プラスシークレット4種類となってます。スマホケースの中に入れてもグッドということで、
透明のねケースの内側にこう挟んであげたり貼ってあげたりすると見やすくていいのかなと思います。シールは1袋につき3から12枚入り、ちょっと小さめだといっぱい入ってるのかな、それはそれでいいね。大きいシールも見たいけど、さあ1個目開けてみよう。あ、こういう感じで、ガムね。よし、1個目開けます。お、こちらは、なるほど、こういう感じか。もっとメタリックな感じかなと思ってたら、シール的にはそこまでそこまでなんですけれども、今回のは大きめのがたくさんあるし、小さいのも、なるほどね、ここに一つシナモロールがいて、あとカップケーキ、プリン、マグカップがそれぞれ一つのシールになってます。マイメロちゃんのところもマイメロちゃんのところが抜けるような感じになってますね。おー、なるほど。この夏っぽいの欲しいな。いろんなキャラクター乗ったの1個目出てきて、ちょっとテンション上がる。2個目、これいいね。なんか夏っぽ。あ、パッケージについてたシナモロールのシリーズのコギミュンとキキララが来た感じ。その他にもサンリオキャラクターズって書いたものとシナモロールマイメロちゃんですね。おー、いいね。このシートだと5個ってことね。え、3個の時にはどんな感じの大きさなの？気になる。さあ、ラストはどうかな？夏っぽ！やった！あ、おー、まさにこれなんですけど、これ大きく1枚、2枚、3枚。こういう感じか。え、すごいいいバランスで出てくれたな。そして夏らしくていい。この大きさのシールはなかなかゲットできないので、本当嬉しい。いやー、いいですね。なるほど、なるほど。ここのキティちゃんが大きくなったバージョンもきっとあるんですね。へー。みんな集合しててくれて嬉しい。ね、キキララとかちょっとツボなんだけど、これ。かわいい。さゆりちゃんもいるし。あー、これはいいですね。いや、サンリオシール一つもすごいこだわり。いっぱいのものがあって本当にいいなと思います。食玩だとね、なんか同じパターンになりがちなんですけれども、それぞれ違うので本当面白い。はい、では続いて折り生地缶バッジコレクション開けていきます。一ボックスで全種類が揃うということで、一ボックス買ってみました。はい、しんちゃんとサンリオのコラボ商品。はい、かわいい風。あ、こういう感じね。なるほど。じゃあ、雑貨屋さんにあるような感じだ。はい。右に4つ、左に4つなので、右から順に開けていきます。全8種のうち、いずれか1種が入っています。となっていますけれども、この8種類ね、全部見たいね。さあ、1個目は、誰が来るかな？下から開けようかな。はい、1個目。あ、ケロッピと、マイメロちゃん、そしてマサオくんとネネちゃんです。おー、なんか、折り生地缶バッジは、食玩でよくある刺繍缶バッジとはまた違って、もう本当に、表面は平らになってる感じです。でも布生地で、さすがね、折られてるからね。なるほどね。え、これかわいい。ただ、刺繍缶バッジの方が立体的かも。今のが8番だから8、7、6、5って並んでるかどうかですね。さあ、続いては誰かな？ケロッピー！お !5 だ !5 番のケロッピーとマサオくんが一緒にサッカーしてるとこですね。ということで、まさかのランダムですね。おー、これは面白い。これ誰だ？あ、ぼーちゃん！え、4番！ちょっと待ってね。そしたら8、7、6、5でもないのか。4、3、2、1。まあ、横並びに1、2、3、4、5、6、7、8ってこういう風に奥から入ってるけれども、その左右はどちらかわからない感じかな？
4番です。ポムポムプリント坊ちゃん。これはお揃いのお洋服がとっても可愛いですね。みんなお揃いかな？もしかして。はい。じゃあ、もう誰が出てくるか本当わかんないけれども、1番、2番のどっちかかな？さあ、誰でしょうか？あ、これは ?1 番、しんちゃんとキティちゃん。白もいるよ。これも可愛い。しんちゃんも洋服のキティちゃんも合ってますね。いいね、いいね。可愛い。はい、じゃあこの組み合わせで出てくるかってことですね。この左側手前は、このね、マサオくんとボーちゃんであるはず。ただ、え？全然違う。あ、じゃあ、左側は？え、ミックスすぎる。全然わかんない。あ、じゃあもうわかんないんだ。面白い。ここまでミックスだと面白い。ほんと。全然予想つかないね。次誰だ？ピンク？お、7番でーす。いいね。じゃあ次来るのは、じゃあ予想は2番の風間くん。どうだ？いや、ねねちゃんだ。やだ、ちょっとヒゲ生えてるみたいだけど、このねねちゃん。点々の位置、ここでよかったの？もうちょっとこっちじゃない？ヒゲ生えたねねちゃんみたいだよ。ラスト、風間くんかな？ラストは、やっぱりね、風間くん。うん、これいいと思います。タキシードサムと風間くん。ほのぼのした感じで素敵。はい、ということで、折り生地缶バッジコレクションは、全部揃えたい人は、箱買いがおすすめ。ちょっとランダムにここかなーっていうので撮っても欲しいのがゲットはできないかも。まあ、どれが出てもとっても可愛かったので、推しがね、この子って決まってて1個買うっていうのにはちょっとね、欲しいのがゲットできるかは危ういシリーズかな。でも、いつ買っても楽しめるっていうタイプで、すごく私はちょっと公平な感じで嬉しいなと思いました。ビレッジヴァンガードなどに売ってると思うので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい。というわけで、今回はサンリオキャラクターズの食玩やグッズを紹介しました。いかがだったでしょうか？では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ。